係ない。カッティンググラス。そんなことを、そんなことを言う人はいないってことでしょ、だから。何を見てるで、これさっき4時頃やって、はい、わざと置いてあるって、これ完全に冷ますんです。で、ここで冷めてるのを、あらずこう。ここで欠点が出ない。ちゃんと取った。ちゃんと今の取った。僕邪魔になってなかった。全然全然大丈夫大丈夫。ほらワインですよ。ワインと一緒。あの初めて北松戸かどっかのとこでテイスティングのカップ見せてもらってされたらびっくりしましたね、あの時。これが僕の一番専門的です。ああ、それテイスティングのためにやってるんですか。ああ、そうなんですか。いや、僕の知り合いがテストのために見てくださいと送ってきたのと、あと4つはケニアのためのサンプルを4つ送ってきて、さっき全部コメント書いて夜メールで仕入れること。へえ、ごめんなさい。そういうふうにした方が一番味がよく分かるってことですか。なるほど。これで点数からコメントから全部書いて。ああ、そうか。熱いよりも冷めた方が味が分かりやすい。で、熱いうちから全部チェックして、ああ、すごいね。冷めてもしければ、ね、いけるっていう。すごい。これ見てると、焙煎のどこがちょっと10秒早かった、遅かった。それ電話で、電話でして、あ、これこうちょっと早いからもう10秒遅くしてる。うわ、それ仲間依頼してきた弟子ですよね。弟子の人。それが一番10秒とか。だってもう先生に来てた人も弟子です。松浦さん、松浦さん。あ、そうそう、松浦さん。今度またひばりコーヒーの方も来られますよね。あとは。今度の武田先生、これ、これも壊れたからちょうどいいから買った。福井、あ、じゃあやらないですか。福井から高橋さん、高橋さん砕いてもらわない。いや、砕くのもう、はい、ひばりコーヒーさん、所沢と古文がいっぱいじゃないですか、ね、あのオードリーの富山さんですよね。富山さん、みんな小口さんが買うんだけど、小口さんって結構ファン多いんですよね。びっくりしましたよ。あの、ああやってやってくれる。これ、はい、仕入れた豆ってどうやって保存してるんですか。仕入れた豆は横浜に、はい、低温倉庫を預けて、で、必要量だけ、こっちに置いてる。そういう細かい材を作れるんですか。細かい材を作れるんですか。いっぱいいっぱい、で、ここは、ここに2人立って普通の話になる。普通の話になると。そうですね。伝票を俺に仕事くれと反応すると、俺の出番だ。ここに二人立って、パッキングして、ここにこうやって。ああ。で、もうすぐ大和さんが来てくれる。なる。ここで通販の。ああ。二人こう平行で同時にできるっていうのがだいぶ生産する。そうですね。で、あの焙煎機、かたしちゃったら、うん、ここにもう一つ、もう作業場を作って、3人体制、とりあえずこれは予備機で置いてある。そう。で、あそこ、もう一人同じ作業場を作れば、同時に3人できるから、そうするとだいぶ、今、トータル4人でされてるんですよね。増えましたよね。すみません、ありがとうございました。2人でやってたね。で、こっちは自分